ました。あ、今撮った。やっほー。見えてますか？テスト配信してる。もうね、これ切れないんだ、一回始まると。はい、チーズ。テスト配信してる。見えてますか？見えてるか聞いて。多分公開してないと思う。このままライブ配信で、このカメラでやります。お願いします。まあ、生でどういうことなのか見るかもしれない。これの3曲あるんですか？うん、あるけど、ここでやってって欲しい。出してる時間がないから、うん、できるのかな。え、思ってて欲しいの。いや、ブレませんよ。ここに置いてて持っててくれれば大丈夫。見えてるって。うん、変わりましょうか今。大丈夫、大丈夫。あ、通していいです、大丈夫。もう通してます。ブレない、これで絶対。オッケーです。今見れてる？ほらよ、頑張れ。土曜日に、はいはいはい。これ何してるの？全部テレビ。うん、あ、そうですね、手取りください。うん、あ、うん、どっちかってそっち。オッケー、分かった、ありがとう。じゃあオッケー、大丈夫。今からサムネ送るわ。はい、うん。うん、分かった。あの、カメラです。うん。はい、あ、もう OK ってことね。うん。はいはい、了解です。こっちの帽子がいいですか？じゃあ、切るね。ごめん。ちょっと始まりそう、こっち。俺の帽子は感じで。うん、じゃあ JT カップにあの青木沙央さんってやってきましたから、ね、話してる場合だね。うん、今あの心さん、心さん、 YouTube の心で、もうちょっと画角見て、もうちょっと見てもらっていいですか？ちょっと遠い気がする。すみません。つまりいいよ。閉じちゃう。これぐらいだな。はい。段取りがいろいろあります。はいよ。はいはい。どっち向くの？あ、ここのカメラでずっと今からライブ配信でまだ公開されてなくて、今あの向こうで画角見てます。あ、んでここから電波飛ばすの？はい、電波飛ばします。今風ですね。いや、途中で帰ってくるから。え？一応10万人ぐらいの方々に向けて配信します。よろしく。生配信です。生配信です。生意気に、はい、生意気に配信させていただきます。今行った？大丈夫？ OK？ これでサムネ送った。公開された。で、これもう一回切り直せばいいんだよね。もう切らない、向こうが公開するから。もう今すぐやる。切り直さないよ。切り直さないって、ちょっと待ってって今設定してるらしいから。ちょっとお待ちになるの何でした？これにおかけになってお座りになるのいかがでしょうか？どうでしょう？青梅、ケツが溢れてるってよ。ああ、そうですね。ちょい座り。私ぴったりなんですけどね。そう？片方だけ。片方だけ。そう。正しい。そうです。どうでしょうね。どうでしょうね。ちょっとゆっくりと。おお。片方だけ。片方だけ。センター。これね。よくされてます。相当バランスいいじゃない。体幹が良くないと座れない。腹筋でこうやってやるって。そうですよね。腹筋の最初ですよね。そうなんですか？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 はい、ここ行っちゃってください。日本シリーズが正式名称。今日もまたこっち挨拶します。30回で会えてる。すいません。あと、あれ公開されました。日本シリーズが世界なんで、日本で公開されました。公開されました。もう始まってます。日本シリーズ何回できるの？ね。はい。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。始めました。
ました。はいはい。初めましてじゃないですけど、リンゴルクの最後のところです。はい、石井と申します。はい。何でしょうか。はい。JP カップの、はい、はい、一緒にラウンド観戦のやり方などを学び、いろいろ今から私たちがやってる YouTube で、このラウンドレポートのやり方とかですね。はいはい、ついて喋っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。彼には何でも喋りますから、どうぞ。ありがとうございます。今日はゴルフ日本シリーズ JT カップを見に来ています、うん、場所は東京読売カントリークラブです。はい、はい、今日はね、ゆうこね、はい、青木プロと一緒に観戦させていただきました。はい、はい、もう楽しかったね。楽しかったです。だからはい、やっぱりね、ゴルフの見方って、うん、私たちがこうたまに見てるのと、あなたたちがゴルフやって見てるのと、カメラの目線で平らにみんな見えちゃう部分だから、はい、あれがこんだけアップライト、アップ板があるんだよっていうのを体験しただけでも随分違うんじゃない？全然違います。全然違いましたね。うん、はい、でやっぱりあそこに打ちたいんだと思うよとかあるじゃない？はい、ああいうやつってのは選手の癖を知ってるから僕は教えたけど、はい、皆さんの癖を私が知っていればあの方向の方がいいよとか、この方向の方がいいよとか言いながらできたらいいなと。青木プロにそのあっちがやっちがいいって言ってもらいたい。そうですね。一日一日行きますか。一日いくらぐらいで行くんですか。ベストが出そう。はい。まあやっぱりね、なんていうのかな、自分がこのゴルフをしたいということにしてるということにして、自分がどこ行くかっていうのを大体、これは先ほど言いましたけど、スライスするのかフックするのか、ボールが高いのか低いのか、それによって攻め方も違ってくるし、いろいろな、もうだからいいボール打った時はこの角度ですよってあるんじゃないですか。そういうのを覚えながらスライスフックとかそういうものを覚えていったらいいなと。やっぱり何でもスコアがいいとさ、そしてもやったーなんてやるけど、内容だよね。内容が良ければ、うん、ああやったっていう感じはすごくもっと出ると思う、うん、内容、スコアも大事だけど内容がもっと大事。そうですね。だから自分が打ちたいところでどうやって何回打てたかとか分かるんじゃないですか、ね、うん、あります、うん、そういうのを少しラッキーばっかり、ラッキーばっかり、ラッキーってことはあんまり上手くないの。、うん、ラッキーいかに拾えるかみたいな。だからそれもラッキーも腕の落ちだと思う。はい、ね、やっぱりやらないと。はい、今日はテレビではなく、うん、生でゴルフトーナメントを見ることができたんですけれども、うん、やっぱ生で見るってことの改めて楽しさっていうのはどういったところにあるんですか。やっぱりほら、なんていうの、まずこう打った時の音、うん、ね、うん、やっぱ自分たちがあの方向に行くんじゃないかな、あの高さで行くんじゃないかっていうのを高く行ったり、はい、低く行ったり、はい、ボールを見失う時あるじゃないですか。あります、ね、今日も何度かありました。でしょ、低く打つんだとか、うん、人によっても全然違うので、うん、だから選手の打ち方とか選手の癖を見て、うん、あ、じゃあ私だったら青木さんだったらこの辺がランクの距離だったらこういうボール打ったっけねというような覚え方を見てて覚えて、それで、あ、やっぱり思ってた通りで打ったとか、うん、今はだいたいもうボールをほとんど私たちもこうやってティーショット打っててもボールを見失うんですよ。そのぐらい高いんですよ。角度が高い、うん、高い。だから高いからキャリーで行くから、はい、もうそろそろ落ちるだろうなって言った時は飛ぶ人はまだ落ちてこなくて、もうちょっと先行くとか、滞空時間、うん、滞空時間が長いのが、うん、だからそういう意味ですごくこう、なんていうのか、今はボールを上げないと、だから、ね、昔我々がやった時はバラタとパシモンだから、うん、曲げて低く低くったりなんかしたけど、今はもうそういう時代じゃないし、あの人たちも覚えなくていいんだけど、今はものすごく今までよりも高いと思う。だから高く上がって、よく天ぷらだって言うじゃないですか。天ぷらの方が飛んでる時あるでしょ。ワンタッチして天ぷらで流れが飛んでるって結構ありますね。そう、それはやっぱり今のボールとクラブの進化によってそうなってる。だからそういうものも含めてミスしたと思ったやつが飛んでいく、そういうように解釈したり、だからミスしようとしてするんじゃなくて、上がった方が飛んでいくんだっていうものを覚えたらちょっと楽かな、楽しいかな、はい、ね、ラウンドレポーター中、あ、レポーターじゃないですね、レポーター、ラウンドリポーター中のね、言われていましたけど、昔よりも50ヤードぐらいは50ヤードは違うね、来てるって言われてました。クラブの進化とボールの進化で、やっぱり選手も、はい、今の私の体型じゃなくて
もう一つ筋肉隆々っていうんじゃないんですけど、筋肉をつけないとあのクラブからボールが離れるのが早いがために、うん、力がないと飛ばないのね、はい、だからそういう意味で少し筋力アップしたりなんかしてる、はい、だからこういうふうにすごく体の見せるんですよ、はい、あれでもボディービーラーみたいに硬くちゃダメ、うん、柔らかい筋肉質の体を作っていかないと今の時代には合わないのかな。まあ、結果的にはね、いいスコア出る人っていうのは、はい、アプローチとバッティングが上手い、それが尽きるんだけども、やっぱりそれにはある程度飛んで小さいクラブでピンの抜けを落とすとか、そういうものも含めて今は昔我々が前世紀やった40歳前後のとこの30年40年違うけども、やっぱりボールがすごくボートクラブが進化されたので、それに対応できるような体を作らなきゃいけないと。だからいろんな意味でこの選手もがっちりして見えるけど、実際にはその柔らかい筋肉、質のいい筋肉で、もう、ね、見るともう結構上半身も胸筋もすごい。